はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、以前から、告知していた通り、今年にね、毎週投稿してきた、週刊 MTG 注目カードランキングを総括した、2019年マジック・ザ・ギャザリング注目カードランキングを行おうと思います。はい、まあということでね、今回の動画ね、まあ、かなり長くなることがちょっと予想されるんで、まあ、あらかじめねちょっと前編後編に分けることになることを、あらかじめご了承ください。で、前編の方はと言いますと、さらっと最初にね、今年に発売した、まあ、エキスパンションの紹介をしつつ、このランキングがね、まあ、どういう範囲で、まあ、あとはどういう尺度で、そのランキング化されたものなのかみたいなのを説明した上で、10位から、第5位までですね、のカードを、紹介していきたいと思います。はい。では早速ね、今年に発売した、エキスパンションのおさらいをしていこうと思うんですけども、まずは、ラウニカの献身ですね。こちらはね、今年の1月25日に、発売された、ラウニカブロックの、2セット目ですね。で、まあ、個人的にね、すごい思い入れのあるセットで、YouTube 始めてね、最初に販売されたセットなんで、個人的にはすごい、思い入れのあるセットですね。で、収録されてるカードとしては、有効色のショックランドだったり、ハイドロイド混成体難度が、まあ、いわゆる当たりとなるようなセットですね。で、次が本当にすごかったですよね。次は闘争大戦ということで、もうなんとね、このパック、1パック2枚必ずプレンズウォーカーが収録されてるセットということで、このセットがね、発売されるまでは、多くてもプレンズウォーカーって、1セットにまあ5枚あれば多いかなみたいな。ぐらいな感じで、で、かつ、神話レア以外のプレンズウォーカーって存在してなかったんですよね。なんで、まあ、1パックに1枚必ずプレンズウォーカーが入ってるっていう情報が開示された時は、まあ、相当ざわつきましたよね。で、まあ、そして何よりもね、そのマジック業界に、衝撃を与えたのが、結構発売ギリギリだったと思うんですけど、発売ギリギリで、日本限定で、特別なイラスト版の、プレンズウォーカーが当たることがあるということが発表されましたね。で、まあ、中でも、その、リディアナに関してはね、その、天野先生が、書き下ろした、イラストということで、もう、マジック界ではね、類を見ないレベルで盛り上がりを見せてましたね。で、単純にね、コレクター要素だけではなくって、まあ、収録されてるカードのね、カードパワーも非常に高くて、まあ、テフェリーをはじめとしてね、まあ、ナーセットだったり、カーン、また、ニッサとかね、その、本当にね、数えきれないレベルで、そのスタン以外にも影響を与える方が多くて、その、改めてね、ブレンズウォーカーの強さを、知らしめたパックだったと思います。はい。で、そして次が、モダンホライゾンですね。もう、このセットも本当にすごかった。今までね、要は、いわゆるその、これに該当するセットっていうのは、まあ、マスターズシリーズって呼ばれるセットだったわけですけども、そのマスターズシリーズっていうのはね、基本的にはその再録がメインだったんですよね。今まで出たカードの中から、強いカードだったり、まあ、こういう基準で再録しますみたいなので、賑わってたセットなんですけど、まあ、モダンホライズンはね、ちょっと一味違くて、まあ、限定セットではない代わりに、モダンセットで収録されるカードに関しては、まずモダン以下の環境でしか使えないと。その代わりにと言っちゃなんなんですけど、ほぼ新規と、いわゆる再録じゃないっていうね、かなり画期的なセットだったんですけど、まあ本当にね、このセットの影響によって、モダン以下の環境って本当激変しましたよね。いわゆるもう連録をね、はじめとして、まあ否定の力だったり、コアトルだったり、あとはまあウルザとかね、本当にね、カードパワーの塊、モダン以下だけのセットってなると、ここまで強くなるんかっていう感じでね、しかも新規なんでね、めちゃくちゃ楽しめるセットでしたよね。で、続いては、M20 ですね。M20 に関しては、パッと見は、ここに並んじゃってるセットから見ると、ちょっと冴えない感じ自体するんですけど、まあ、実はね、今かなり M20 のカードって高騰してて、まあ、チャンダロはじめとして、ヨムレの副兵、またビビアンとかね、他にもまあ、強力なカードいっぱい再録されてて、で、まあ、最初にね、そんなに向かれなかったこともあって、今ね、多分かなりその高騰してて、一パック当たりの期待値はね、多分今 M20 が一番高いんじゃないかなというふうに思います。当たりがめちゃくちゃ多いんですよね。その中当たりも含めて。で、まあ、かつ、この中に、まあ、スタンダードでもパイオニアでも禁止になってるカード2枚も出しているという、完全にね、思わぬ伏兵となるセットでしたよね。
で、そして最後がね、本当にもうね、マジックの歴史を変えた、あの最新セット、エルドレインの王剣ですね。いやね、最初はね、これ皆さん覚えてます？最初みんなね、これね、使用セットじゃねとか言ってたんですよ。これの本当にね、どこが使用セットやと。下手したらね、もう闘争大戦より、まあ、その禁止とかっていう意味で言ったら、その闘争大戦よりやらかしてますよね。ということでね、このセットでは、マジック史上最強と言われてた、プレンズウォーカーの歴史を塗り替えてしまう最強のプレンズウォーカーが収録されたと。いうことで、まあ、こちらね、3ヶ月にして、すでに2フォーマットで禁止と。かつ、この先もまだまだ安心できない状況が続いているということで、まあ、もちろんね、このカードに関しても、まあ、このランキングで、間違いなくランクインしてることでしょう。はい。ということでね、まだまだちょっと話したいことはいっぱいあるんですけども、まあ、ここでね、ちょっとあんまり時間を使っててもしょうがないんで、早速、ランキングの説明の方に参りましょう。はい。ということで、ランキングの入る前に、まあ、今回ね、どうやってそのランキングを決めたのかっていうところなんですけど、まあ、これに関してはね、いつも僕の主観で選んでるわけではなくって、一応ね、完全データをもとに、デジタルに集計した内容をもとに、作成いたしました。で、そのデータの元はというと、毎週紹介してた、週刊 MTG 注目カードランキングと、あとは、注目カードランキング特別編ですね。特別編に関しては、まあ、基本的にその最新セット発売時に、これはま、僕の主観ではあるんですけど、専用のね、ランキングを紹介してたと思うんですけど、で、あとはま、今年に限ってはあれですね、新フォーマットもできたんで、パイオニアもあるということで、で、一応ね、この中に、ラウニカの検診の時が、ちょっとこのフォーマットじゃないフォーマットでやってて、ちょっとそれを入れちゃうと結構ややこしかったんで、今回はラウニカの検診の時に紹介した、特別編に関しては除外してます。はい。ということで、まあ、要はこの2つですね、毎週紹介してた、MTG 注目カードランキングと特別編、まあ、この2つを、で紹介したカードの中から、2種類のポイントを付与してて、これの合計ポイントの高い順に、ランキングを作っています。で、その2種類のポイントなんですけども、1つが、順位ポイントっていうものと、あとは紹介ポイントですね、という、まあ、この二つの要素から構成してて、まあ、ほんと簡単に言うと、その順位ポイントに関しては、紹介した順位が高ければ高いほど、ポイントが高くて、で、紹介ポイントに関しては、一律1ポイントで計算してます。なんで、まあ、何回も何回も紹介されてるカードは、まあ、順位がそんなに高くなくても、ランクインしてる可能性があるって感じですね。で、まあ、基本的には1位から5位で、いつも紹介してるんですけど、まあ、特別編とかだとね、5位から7位とかもあったりするんですけど、その辺に関しては5位から7位は一律1ポイント。で、あとは1ポイントずつ足されていくっていうような感じで集計しております。はい。ということでね、大変お待たせいたしましたが、では早速、2019年、MTG 注目カードランキングベスト10の方を紹介していきたいと思います。はい。ということで、まあ、最初の10位。になるんですけども、こちらの10位が、実はですね、同着ポイントの選手がいまして、しかもそれもね、3人同着ですね。まあこれ、そらそうっちゃそらそうなんですけど、やっぱりね、ちょっと下の方は結構混戦になるんですよね。なんで、まあ結果的にちょっとギリギリまで分かんなかったんですけど、結果的に同一10位が3人ということで、まあこれは全部ね、一応同一10位ということで紹介させていただきます。ではまず最初のカードはこちらになります。はい、最初のカードはモックスダイヤモンドですね。こちらはね、全部で3回紹介していて、1位、1位、3位と。で、しかも比較的後半にね、紹介したカードですね。で、まあ、このカードに関してはね、もう本当に言わずと知れた、再録禁止の、まあ、超強力なカードなんですけども、で、この一番最初にね、紹介したタイミングっていうのが、確かね、そのエターナルウィークエンドだったと思うんですけど、そのレガシーのね、大きな大会があって、で、そのタイミングが8月1週の、まあ、前の週ですかね、にあったんですけど、まあ、そこでね、今、ダークデプスが、ものすごく大活躍したんですよね。で、まあ、もともとね、モックスダイヤモンドグラフ見てもらったらわかる通り、その前からちょっとずつ上がってはいたんですけど、で、その上がってった理由っていうのが、連録ですね。連録が発売されて、連録の影響によってシナジーが強いというので、注目されていたところに、デプスが活躍したことから一気に価格がドーンと跳ねて、3万5千円ぐらいまで行ったんですよね。で、まあその時はね、一時はその市場がかなり騒然としたんですけど、まあその時のね、動画でも紹介したんですけど、実はね、この時、海外では全然反応してなかったんですよね、価格が。
まあなんでその一時的な日本の需要でしょうということを動画でも言ったんですけど、まあ実際ねやっぱりそうだったようで、まあその後はねかなり値段が落ち着いてきましたね。でまあその後にねさらに連録も禁止されてしまったっていうこともあって、現在まあ1万8000円とということで、だいたいその連録発売前ぐらいの価格まで落ち着いてきましたね。で、まあ、今後ね、その2020年、じゃあどうなっていくんかっていうところに関しては、まあ、正直ね、これに関してはもう断言してもいいと思ってるんですけど、こちらね、もう必ずと言ってほど上がっていくと思います。まあ、というのも、まあ、今ね、やっぱりそのモダンレガシーの、まあ、全体的なその下落によって、まあ、このカード自体もその下がってる部分っていうのがもちろんあるわけなんですけど、まあ、とはいえね、やっぱりその再録禁止カードっていうところがあるんで、今後もね、このカードがその市場に枚数が増えていくことっていうのはもう絶対にないんですよね。で、まあ、もしね、その、中で、まあ、今後そのレガシーでの需要っていうのが戻ってきた場合は、結局デプスの時にあれがあったわけなんで、また一気に跳ね返ると思うんですよね。でかつね、そのね再録禁止の中でも特にこのモックスダイヤモンドが優れてるのが、あの EDH 需要なんですよね。でこちらに関してはね、その EDH のデッキだったらもうほぼ9割ぐらいのデッキでねその採用されるカードなんで、それなりにねあのしっかりしたデッキを組みたい方にとっては、あの1デッキに1枚必ず必要になるようなカードなんですよね。で、まあ、世界で、日本じゃなくて世界で見たときには、その EDH その最も人気なフォーマットのうちの一つですし、その、2020年にね、予定されてる、その、統率者用の商品って、めちゃくちゃ豪華なんですよね。なんで、ウィザーズがね、今後その、統率者を盛り上げていこうっていう姿勢もね、かなり感じられるんで、その辺をトータルして踏まえると、今ってめちゃくちゃ買い時だと思ってるんですよね。まあ、なんで、まあ、特に年末でね、皆さんボーナスも入ったことだと思いますし、まだね持ってない方に関してはぜひこのタイミングでお迎えしたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で続いては、同率10位のカードですね、同率10位のカードはこちらになります。はい、こちらもポイントも一緒ですね。順位ポイント13ポイント紹介ポイント3ポイントで合計16ポイントということで、同率10位は思考囲いになります。まあ、こちらはね、かなり直近にね、こちらのランキングの成績を伸ばして、見事ランクインということになったカードなんですけども、なんと初登場が10月以降ということで、まあ、いわゆるね、要はまあ、パイオニアですね。パイオニアが発表されたタイミングから、まあ、僕の方でもね、ランキングいっぱい紹介してきた記憶が、まあ、ありますけども、まあ、今本当にね、そのパイオニア需要が凄まじいですよね。現在、まぁちょっと価格これ1980円になってるんですけど、まぁ実際はね、2980円が今の相場なんで。で、まぁ本当ね、このカードに関してはもう何回も動画で言ってるんですけど、このモダンレガシーを筆頭に、もう黒が入ればね、もうほぼメイン化サイドに入ってくるようなカードで、まぁ特にね、その今回価格を伸ばしたパイオニアに関しても、その黒タンを筆頭に、あとも硬化した鱗、赤黒アグロ、またましいハギとか、本当にね、多くの秋タイプに採用されてるんですよね。で、まあ、以前もね、動画では言ったんですけど、僕自身はね、テーロスでの再録っていうのはないと思ってるんで、まあ、今後ね、その、2月に、またグランプリがあるわけなんですけども、まあ、そちらの需要もあれば、まあ、さらにちょっと需要が伸びていくだろうという可能性は、まあ、十分に考えられると思うんですよね。まあ、ただしね、その現在やっぱりもう3000円っていう価格もいっちゃってるんで、で、かつ、レアリティがレアってことも踏まえると、まあ、いわゆるパイオニアを、再録するタイミングさえあれば、もう再録される筆頭になると思ってるんで、まあ、マスターズシリーズはないんですけど、それはまあ、あくまで例として、まあ、言っちゃえばパイオニアホライゾンみたいなことですよね。みたいな、まあ、そういうセットがあった、発表があった場合には十分に注意しておいた方がいいとは思いますね。はい。ということで、最後の同率10位のカードを見ていきましょう。はい。では、同率10位の、最後のカードがこちらになります。はい。最後の1枚は、探索する獣ですね。はい。こちらはね、なんと、9月から発売したエルドレインの王権からわずか3ヶ月しか経ってないのに、この短期間でランクインと。いうことで、まあ、このカードね、その販売前から、かなり期待されてたカードで、もう正直ね、能力見たら、ほんとこんなね、バーゲンセールありますってぐらい能力が詰まったカードで、まあ、ということもあってね、そのエルドレイン注目カードランキング、僕自身でも、2位としてね、紹介させてもらったんですけども、まあ、そっからね、1ヶ月ぐらいは結構泣かず飛ばずで、1ヶ月間ぐらいちょっと下落していったんですけども、10月3週のタイミングで動きがあって、探索する獣が、まあ、スタンダード、言ってもスタンダードしか使われないカードだろうと思ってたら、そのモダンとかレガシーでも、使ってるっていう反応があったんですよね。
で、まあ、スタンでもかなりいい枚数が使われてたことから、まあ、これは上がるだろうということで、その時に紹介したら、その翌週に、4000円ぐらいまで、高騰いたしました。で、まあ、これに関してはね、そのタイミングが良かったってこともあって、基本的にその週末に投稿してるんで、タイミング的になかなか難しい時もあるんですけど、まあ、今後もね、こういう感じで、その高騰前の予想ができるように頑張っていきたいですよね、個人的にも。こういうのが、できるとね、やっぱり、おー、すごいな、みたいな思ってもらえる部分もあると思うんで、まあ、なかなかやっぱ難しいんですけどね、それに関しては。で、まあ、その辺は頑張っていきたいところではあるんですけど、で、まあ、その後に関してはね、その多くの禁止もあって、比較的価格も落ち着いてきたこともあるんですけど、まあ、パイオニアの、ね、発足の影響もあって、まあ、現在は2500円ぐらいをね、キープし続けてますね。まあ、正直ね、その、こいつ単体性能だけで見たら、本当に最強クラスのカードなんで、まあ、ここまでやっても禁止にならないことを踏まえると、まあ、全然禁止になる感じはしないじゃないですか。で、禁止にならないことを踏まえると、まあ、今後このクラスのカードは結構すられていく可能性っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、テイロスもそうですし、まあ、イコリアなんかはね、クリーチャーがね、主軸のセットなんで、かなり期待は高まりもありますよね。で、まあ、価格に関しては、まあ、現在ね、このカードの相場が結構安定してきた感じなのかなっていう、2500円が。っていうこともあるんで、まあ、ちょっとね、一旦は様子見でもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただしこのカード自体はね、本当にローテーションはまだまだずっと先の話になりますし、まあ、今後もね、競技シーンで活躍する、タイミングは幾度となく見ることにはなると思うんで、まあ、確実にね、また高騰するタイミング自体はあるはずなんで、まあ、このままちょっと下がっていくようであれば買い時を見極めていきたいなと思いますね。スタンダードだけじゃなくてパイオニアももちろんそうですし、モダンレガシーでも使われるカードなんで、ぜひ集めておきたいカードだなとは思いますね。はい、ということで、続いてが一気に7位までいきますね。同率3着だったんで。では続いて、2019年、注目カードランキング第7位がこちらになります。はい、順位ポイントが、15ポイントで、紹介ポイント3ポイントで、総合点18ポイントで7位にランクイン、厚かましい借り手ですね。まあ、こちらもね、まあ、なんと、探索する獣に引き続きエルドレインの冒険からランクインということで、まあ、こちらもね、条件自体は、探索する獣とほぼ同じだったんですけど、結構ね、グラフには違いがあるのがちょっと面白いですよね。で、探索する獣がね、注目されてる間、逆にこいつはね、あんまり注目されてなくって、結構下落してってたんですけど、まあ、探索する獣がね、ちょうど下落していったタイミングぐらいから、綺麗に右肩上がりで、上がってますよね。で、現在本当にね、このカード勢いのあるカードで、まあ、スタンダードはもちろんのこと、パイオニアの需要も凄まじいんですよね。現在その、なんていうんですかね、思考囲いの青番みたいな感じで、もうとりあえず青蹴り入ってるみたいな、割と使われ方をしてますね。まあやっぱ能力を考えた時にもうこんだけ汎用的なんで、まあそれ自体は納得ですよね、実際。で、価格に関してはね、現在3700円ということで、まあ一時のことを思うと、まあ実際2倍近くまでね、高騰しているカードなんですけど、まあグラフ的には、すごい綺麗な上昇トレンドなんで、まだ、上昇してもおかしくなさそうな感じはしますね。まあ、ただしね、現在その、下落リスク自体はないんですけど、まあ、ここまで高騰するとね、やっぱりその幅が単純に、下落した時の幅に、かなり余裕があるんで、なかなかちょっと手は出しづらい格好にはなってきてますよね。で、まあ、逆にね、その、売りたい方に関しては、結局この上昇のタイミングが止まったタイミング、もしくは下落したタイミングっていうのがまさに売り時になると思うんで、まあ、今後のね、価格の推移は入念にチェックしておくといいと思います。はい。ということで、お次は、一応前編の最後のカードですね。そちらを紹介していこうと思います。はい。第6位は、こちらになります。はい。今年の、第6位は、順位ポイント18ポイント、紹介ポイント4ポイント、総合点22ポイントで、舞妓神須の更新になります。こちらね、もうなんか紹介したのがね、結構随分前のようにも思えるんですけど、まあ今年のね、注目カードを紹介する上では、絶対外せないカードですよね。で、まあこちらね、多分ね、その価格の上昇率っていう意味では、多分今年一番高騰したカードなんじゃないかな、というふうには思いますね。で、まあこの舞妓神須の更新なんですけども、まあこちらはね、グラフ見てもらったらわかる通り、まあ今年の前半ですね。に非常に注目を集めたカードで、まあ皆さんね、ご存知だとは思うんですけど、まあこのカードがね、高騰した理由っていうのは、闘争大戦の新カーンですね。こいつの登場により、まあ実質1倍コンボと、
いうことで、めちゃめちゃ、騒がれましたよね。で、舞妓審査のコース自体はそれまではね、1枚600円ぐらいのカードだったんですけど、一気に価格が上昇して、まずはね、2000円ぐらいまで上がったんですよね。2000円いかないぐらいだったかな。で、まあその時ね、動画でも、まあ4月その一周のタイミングだったと思うんですけど、まあハイドロイドみたいなね、推移をしてるな、みたいなので、今後も上がっていく可能性あるんで注意ですね、みたいなことも言ってたと思うんですけど、まあその後ね、あれよあれよという間に、なんと9000円まで高騰と、いうことで、いや、本当にね、この時ね、めちゃめちゃすごかったんですよね。で、何がすごいって、いわゆる一気に崖作って9000円じゃなくって、もうこのね、その紹介してる4回のタイミング、2週間ぐらいをかけて、まあ、じわじわではないんですけど、ガッガッガッってこう上がっていくような感じの推移をしてて、まあ、こういうカードってあんまないんですよね、正直。上がる時一気にガーンっていくのが基本なんで、で、まあね、それもあって、1枚いきなり9000円までいって、かつ強い強いと言われて、たびたびね、禁止説もね、浮上したりもしてたんですけども、まあ今やね、それをも乗り越えて、モダンレガシーともに、活躍してるカードですね。で、まあさすがにね、ちょっと熱が高すぎたのか、まあその後のね、価格の推移としては結構じわじわと下がっていて、まあ現在5400円と、まあ半値ぐらいまではいってるんですけど、まあそれでも十分高いは高いですよね。で、まあ実際ね、こちらに関しては、まあ現在モダンだったら、ウルザフード、だったり、緑トロン、エルドラージトロンなんかで、活躍してますね。で、まあ、こちら自体ね、非常に強力なコンボではあるんですけど、まあ今はね、もうそれ以上にやばいカード、まあ、いわゆる新世界からね、来た奴らがもういらっしゃいますので、まあ当分の間ね、こいつに目が向けられることはないんじゃないかなって、その禁止改定っていう意味で、目をつけられることはないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、価格を見てみると、まあ、結構なんだかんだ言って結構下落トレンドにはなってきているんで、まあ、欲しいカードに関してもね、結構これ様子見たら、まあ、5000円切ってきたりするんじゃないかなと思いますね。で、まあ、来年以降ね、新世界の奴らが、まあ、結局干された後に、まあ、このカードに、まあ、コンボデッキではあるんで、まあ、目をつけられて、まあ、その後にどうなっていくのかっていうところが結構注目ポイントなのかなというふうには思いますね。まあ、なんでちょっとね、こちらも、最近は全然終えてなかったですけど、まあ、何かしらの動きはありそうなんで、まあ、来年もね、引き続き注目していきたいと思います。はい。ということで、2019年注目カードランキング前編に関しては以上となりますが、いかがだったでしょうか。まあ、改めてね、ちょっと出来事を追いつつ、まあ、カードを紹介していくと、まあ、改めて本当にね、今年は本当に凄ましい年だったんだな、というのを、まあ、自分でも実感しますね。で、まあ、今回はね、第10位から6位までを、紹介させてもらったんですけど、まあ、年間ということもあってね、まあ、10位から6位でも、まあ、割とそうそうたるメンツですよね。で、まあ、皆さんのね、実際予想は、いかがだったでしょうか。まあ、結構当たってたり当たってなかったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、言ってもね、こちらまだ前半ですので、まあ、このカードがないってことは、ってことはじゃああれ、5位以内に入ってそうだな、みたいなカードも実際はあると思うんですよね。で、まあ、皆さんもね、ここまで見てしまうと、なかなかちょっと続きが気になってしょうがないと思いますんで、まあ、なんとかね、明日、この続きをアップしたいと思いますので、もうしばらく、お待ちください。でね、一応まあ現在そのチャンネル、リラチャンネル初の、1週間毎日投稿、実施してますので、まあそちらもね、引き続き頑張っていきたいと思いますので、そちらの応援もよろしくお願いいたします。はい、ではこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。